1890年頃にイングランドのスティーブンス S モデルドックヤードで製造されたバーミンガムドリブラー、バーミンガムドリブラー、またはカーペットレールウェイは黎明期の鉄道模型である。ライブスチームの機関車だが軌道はなく単純に床の上を走行した。前輪は向きを変えることができて軌道がなくても演習場に走行できるものもあった。 ビクトリア時代の1840年代に登場して、とても人気のある鉄道模型玩具になった。蒸気機関車は、とても単純な構造で、一般的には、新中製で手動輪には、首振り式エンジンを備える。車輪の上には炙り釜式のボイラーを備え、単純な装飾が施される場合もあった。軌道は使用されず、ボイラーは、水で満たされ、燃焼器で加熱して、 蒸気を生成して、機関車は床の上を燃料、または水のどちらかを消費し尽くすか、機関車が家具にぶつかるまで走行した。いくつかの破裂事故の後、すぐに安全弁が装備された。バーミンガムドリブラーという愛称は、イングランドのバーミンガムで大量に生産され、走行時に床に水をまき散らすことに由来する。燃焼機に燃料を使用するので走行中に家具に、 ぶつかって燃料が床にも折れて火災の要因になった。やがて木製のバッファービームやバッファーや機笛が追加された。マックスウェル・ヘモンズで製造された近代的な復刻されたバーミンガムドリブラー蒸気機関車、バーミンガムドリブラーはビクトリア時代の骨董品ではない。1970年代末から1990年代にかけてイギリスのヨークシャーの精密蒸気模型のメーカーである。 マックスウェルヘモンズ社で新中製の組み立てキットが製造された。完成品は現在でもジョンヘモンズ社から入手可能である。ありがとうございます。